大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、小橋健太復活20番勝負第2戦ということで、前回安城陽次に対して大苦戦、そして時間ギリギリとなりながら、なんとか白星をゲットして、幸先が良かったのか悪かったのかよくわからないということですが、第2戦は橋本真也ということで、早速やってまいりましょう。では、試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にああだこうだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ通称 WMW のオーナーである私マスクの西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、前回は小橋健太に大苦戦ということになりました。この小橋健太じゃない、安城陽次に大苦戦ということになりましたけどもね、それでも勝てるというのが、素晴らしいオープニング、後から思えばね、やってる途中はちょっとやばかったですよ。でもね、ガチだということなので、取り直しもせずに普通にやっておりますからね。まあね、これはもう信じていただくかどうかわからないですけども、あの試合をやられたらね、それはね、ちょっと燃えずにはいられないということになるでしょう。もともとのストーリーは、前回行った日本人最強レスラー決定戦 J シリーズというところで、企画で、不甲斐ない、6勝20敗という散々たる成績を残した四天王、そして鉄人小橋健太。弱い小橋は見たくないという、合言葉というかね、それがもともとはアントニオ猪木の時に、出た言葉ですね。アントニオ猪木もかつて、このリングで、さんさんたる弱々しいアントニオ猪木を見せつけて、視聴者の方から、ありがたい言葉、もしくは知った激励というやつですね、弱い猪木は見たくないと。いうようなことをいただいて、よしじゃあということでやったと、そういう歴史の中の小橋健太も一人に当たったということになります。もちろん同じように、低い成績を出したレスラーは、何名かいるんですけども、やはりもともとそのレスラーの持つイメージ、強さ、そういうものが、強い、こいつは強いと思ってるレスラーがこのリングでは全然だ、ファイプロのリングではダメだってなると再現性が低いということなんです。ちなみに田上彰も前回の J シリーズで散々たる結果だったんですけども、特訓をするべきだという声はあんまり聞こえなかったように気がします。で、そういう意味ではこの橋本真也についても闘魂三重士でありながら、もう一つ勝ちきれなかったという結果だったんですけども、それよりも小橋健太の方がもっとひどかったということですね。そして小橋健太はやっぱりみんながそれだけ強い、タフ、鉄人、そう簡単に負ける人じゃない、というイメージがやっぱり強く印象付けられている、焼き付けられているということの表れなんでしょう。で、オレンジタイツ、ヒゲについては前回も説明をしておりますが、初心に変えるというような意味、最初はね、いつもの小橋健太と同じレスラーメイクというか見た目だと間違えてしまったらいけないので、オレンジタイツ、初心に戻るつもりでオレンジタイツにするという意味、そしてかつてそのオレンジタイツ時代にビッグバンベイダーと戦って勝つまではひげを剃りませんというようなリアルなストーリーがあったので、それをパクらせていただいてオマージュしてということですね。で、今回、前回も申し上げましたが、勝ち越したら黒タイツのひげなし小橋にすると。で、もしですよ、かなり可能性は低いですけども、優勝って何や、優勝って。20勝、全勝したら、タイトルマッチに挑戦。というより、バーニングハンマー出た。これはね、かなりロジックとしては、低い数字なので、なかなか出ない技ですね。さあ、どうだ、カウント2。ただね、前回も安城陽次戦で、先にオレンジクラッシュという大技を、これもなかなか出ない技なんですけども、それを出した後に大苦戦するという試合展開でしたので、ちょっと恐ろしいような気もしますが。で、話をちょっと戻しますけども、勝ち越したら元の黒タイツ、ヒゲなし、小橋、そして、優勝、あ、いや、まだ優勝か、20勝全勝したら、ムーンサルト出るか、おー、出ましたね、ブレイクになりますけど、20勝全勝したら、ジャイアント馬場の持つベルト、IBO のシングルに挑戦、負け越したら、増毛です、全身増毛の計2ショス。ということをここで明言しておきます。さあ、というわけで、そういう意味のある第2戦、橋本真也なんですけどもね、いやこのね、先に攻めているのがちょっと怖い気がしますが、よー、オレンジクラッシュも出た、今日はどうだ、決まるか、いやー、カウント 2.9、よしよし、ここまで来てたら、あとは鉄人、小橋のタフネスさぶり。安城にあれだけボコボコにやられて、足は耐久度を全て奪われてゴロゴロ回って、それでもギブアップをしない気力、そしてラリアットが決めれなくてもテキサスクローバーホールドでしたよね、前回ね、ちゃかったないか、で勝ちきってしまうというフィニッシュ、これがあればなんとかいけるはず。鉄人ぶりを発揮してくれているはずなので、前回もね28分ぐらいでしたよね、試合時間がね。で、あ、今回の試合ルールにつきましては、その J シリーズと同じルールにしてますので、30分1本勝負の、ノーマルルールで、レフェリーはタイガー服部、スリーカウントを叩くスピードだけやや速いということになっているのと、クリティカルの達成率が、高いになっているというところですね。このクリティカルの発生率が高いというのが20勝全勝するのがかなり厳しいんじゃないかと思われるところです。 J シリーズでも確か、クリティカルで負けるという展開が小橋あったと思うので、それを考えるとちょっとやっぱり20勝というのはかなり難しいということじゃないかなと思うところですが、今、なんか何を見せたのか、ダイビングギロチンとオレンジクラッシュが2発も出てる。さあ、ブレイクとなりましたが、これは大ダメージになったか、けさ切りチョップの連続で橋本が押していきますが、実際のダメージはどうなのか、川津掛け川津落としで返していく。ただ小橋はスタミナ切れになりやすい。テキサスクローバーホールド、実は腕力でダメージを与えるテキサスクローバーホールドなので、かなり有効な手立て。さあ、これはよしよし、素晴らしい、完璧。いやー、これは楽しい企画になってきたな。本当に一人ずつぶっ倒しに行くという感じになってきましたね。小橋復活20番勝負じゃなくて、小橋復讐20番勝負とかにしようかなと思ったんですけどね。いや、小橋にそういう言葉は似合わないなと。カラッと明るくというイメージだったのでね。試合時間15分47秒、5-1 ラリアットでの KO ということで、小橋健太が橋本真也から3カウントを、あ、じゃない、KO 勝利ということになりました。お見事。試合評価は 84% ですがね。さあ、というわけで、こんな感じで、一応この画面を見ながらお分かりにしましょうかね。こういう風になっております。で、ここから次ですね、食いしん坊仮面。こういう風にずらーっと、点数の、そのリーグ戦 J シリーズの点数の低かった順から当たっていくということで、ラスボスは優勝したミスターポーゴ。これに勝てれば、まあということですよね。ここまで全て白星で埋めることができればということですが、さあ、残りの空白は18。さあ、白星をあと何個並べれるのかということで、今回は、この辺でお別れとなります。毎日一応やるつもりなので、更新していくつもりなので、よかったらこちらもご覧ください。今回はこの辺でお別れです。では、また。